立場では問題を起こしてしまい、まあ、ボールボーイの方だったり、千葉のサポーターだったり関係者だったり、そういういろんな方にもご迷惑をおかけして本当に申し訳ないと思ってます。僕の愚かな行動によって、まあ、たくさんの人に迷惑をかけ、まあ、自分が勝ちたいという気持ちをが先走ってああいう軽率な行動になったんですけど、まあ、結果的に人数が一人少なくなってチームに迷惑かけて勝ち点も失うっていう、まあ、本当に何してんだろうなっていう気持ちにもなりましたし、申し訳ない気持ちになりました。こうチームにどうにかしてこう恩返しをしなきゃいけないし、こう周りの人たちにもしっかりこうプレーや態度っていうので今後示していかないとダメだと思うんで、もうやるしかないっていう気持ちです。